本セッションを聴講いただき、誠にありがとうございます。本セッションは多く払いすぎていませんか？クラウドコスト最適化を自動化したスポットサービスのご紹介になります。こちらは昨年にネットアップが買収したスポットサービスのご紹介となり、スポットサービスがどのようなソリューションなのかを主に紹介させていただきます。本セッションのアジェンダとなります。まずは、スポットサービスが必要とされる背景ということで、現在のクラウドを取り巻く新たな課題をご説明した後に、クラウドコスト最適化のために必要なソリューション、スポットバイネットアップサービスの概要、そして、実はネットアップではスポットを買収する前からスポットサービスを利用しており、その事例としてネットアップ社内でどれほどの効果があったのかを最後にご紹介させていただきます。まずは、クラウドを取り巻く新たな課題となります。今や、クラウドを利用していない企業様の方が少なくなってきたというのが現状になるかと思います。クラウド利用の増加ということで、右のグラフ図は総務省の通信白書の内容になっております。2018年までのデータとなっておりますが、2018年において、クラウドを利用されている企業様が半数を超えており、2021年現在では、これ以上の企業様が積極的にクラウドの活用を推し進めていただいているかと思われます。クラウド利用のメリットについては、様々な角度でこれまで述べられておりますが、スピード、スケーラビリティ、アジリティが特に挙げられるかと思います。ハードウェア機器を揃えることなく、迅速にシステム導入が可能となり、一度構築した環境にも、後からリソースの増減を柔軟に変更することも可能です。それに伴い、業務の繁忙期や閑散期といったシステムの利用ニーズに応じたシステムを構成することが可能です。こういったクラウドのメリットを享受しながら、今日の各企業様は攻めの経営を実現しているかと存じます。一方で、こういったクラウド利用が増加していく中で、新たな課題も発生しているのが現状となります。まずは、サイロ化、シャドウ IT 化になります。容易にシステムを構築できるのがクラウドの利便性にもなりますが、IT 管理者の目の届かないところで、各部署において勝手にシステムを構築されていたような事例もあり、セキュリティやコスト観点でのクラウド全体の見える化が困難であることがわかります。次に、システムの大規模、複雑化による管理の混雑化があります。システムが大規模、そして複雑化すればするほど、詳細な設計を把握することが困難となり、クラウドコストに対しての妥当性を判断することが難しくなってきてしまいます。最後は価格低廉化の考慮不足になります。クラウド事業者は、クラウドのコンピューティングリソースを様々な形態をもとに価格を別にして提供しておりますが、それぞれの企業において、どの形態がベストなのかを判断できず、こういったクラウドコストを念頭に置いたトラッキングの仕組みも用意できていないことが現状として考えられます。こういった様々な事情もあり、現在のクラウド利用においての新たな課題としては、クラウドにかかるコストがその企業にとって最も適切なものになっているかどうか、すなわちクラウドコストの最適化をどのように実現していくかということになります。それでは、クラウドコスト最適化のためには、どのようなことが必要で、どういったソリューションがあるのかを見ていきたいと思います。ネットアップでは、クラウドコスト最適化のために、CI/CD、CO の考え方を提唱しております。CI/CD については、これまで通りの継続的インテグレーション、そして継続的デプロイメントになるのですが、
その CI と CD を支えるクラウド基盤に対して、新たにクラウドコスト最適化の観点で、継続的オプティマイゼーションも含めた形になっています。CI、CD の基盤も、リソースの需要やそのアプリケーションの特性において、クラウドコスト最適化を継続的に考えていくことができます。クラウドコストの最適化を考えるには、どのような点を意識する必要があるか、こちらのスライドで説明いたします。大きく2つの視点が必要となります。1つ目は、なるべく低単価での調達を目指すということです。クラウド事業者のコンピューティングリソースの提供方法にはいくつかの種類があります。包括契約や事前に長期間の利用をコミットした上で使用する長期契約、リザーブドインスタンスという名で有名ですが、長期の利用をコミットすることで通常利用するオンデマンドインスタンスと比較して安価に利用することが可能です。また、最も安価に利用できる代わりに、クラウド事業者からの突然のシャットダウン要求により、可用性の確保が難しい、AWS でいうところのスポットインスタンスという提供方法も存在します。なるべく安価なスポットインスタンスを使いたいところではありますが、サービスの可用性をどのように担保するかが問題になってきます。こういった様々なコンピューティングリソースの提供方式を、コスト最適化を考える際には理解する必要があります。二つ目の視点としては、利用リソース量の最適化です。24時間365日ピークを迎えるようなシステムは存在しないかと思いますので、リソースが必要な時と、それほど必要にならなくなった時というのがそれぞれあります。リソースが必要な際に足りないということは当然問題ですが、あまりリソースが必要ない際に必要以上のリソースが割り当てられるのも、コスト最適化を考える上では問題となります。つまり、必要な時に必要な分だけのリソースを適切にサイジングした上で設計を行う必要があるということになります。こういった2つの視点をもとに、スポットバイネットアップではどのようなことができるのかを説明したのがこちらのスライドになります。コンピューティングリソース提供方法や需要に合わせてリソースの変更などをいちいち手作業で実施したのでは、工数が非常にかかりますし、手作業にも限界があり、それに伴いコスト最適化の効果も限定的になってしまいます。一方、スポットバイネットアップでは、こういった切り替えをすべて自動で行うことが可能です。環境のリソース状況やスポットインスタンス等の状況を常にウォッチし、コスト最適化の対応をすべて自動化することで、最大90%のクラウドコストの削減も環境によっては可能となります。また、クラウドの利用について先行されている企業様によっては、こういったコスト最適化の仕組みを内製化している場合もあります。ただ、内製化には高い技術力やノウハウが求められることになりますが、スポットバイネットアップでは、この自動化されたコスト最適化の仕組みを SaaS として提供しておりますので、導入期間も短く、短期間でその効果を体感することが可能です。また、スポットバイネットアップでは、独自の KPI の仕様を持っているため、大規模複雑化したクラウド環境でも効果の測定を正しく認識することができ、具体的にどれくらい最適化できたかどうかは、スポットの管理コンソールから確認していただくことも可能です。また、先ほどスポットインスタンスを活用するには、可用性の要件をクリアしなければならないと申しましたが、スポットバイネットアップでは、独自のアルゴリズムにおいて、スポットインスタンスのシャットダウン要求を事前に予想し、可用性を担保した上でスポットインスタンスを活用できることから、コスト最適化に大きく寄与することができます。長期契約のリザーブドインスタンスに対しても、リザーブドインスタンスの競売を通じて、リザーブドインスタンスを無駄なく活用することは可能です。
最後に、アジャイル開発等でよく活用される Kubernetes のコンテナ環境に対しても、実際に発生したジョブ数といったコンテナの稼働状況を鑑みて、ワーカーノードの調整を行うことができるため、コンテナ環境においてもクラウドコストの最適化を図ることができます。一通り、スポットバイネットアップができることを説明いたしましたが、そのイメージとしてはこちらのスライドになります。左側が全くクラウドコストの最適化を考慮していない環境です。コンピューティングリソースの提供もオンデマンドインスタンスのみ使用しており、リソースが必要になった際には余分なリソースを供給していますので、クラウド最適化としては望ましくない状況になります。ただ、クラウド最適化を意識していなければ、こういった状況で運用されている企業様も現状では多いかと思います。一方、右側がスポットバイネットアップの環境になりますが、まずはその企業で使用しているリザーブドインスタンスを活用しつつ、オンデマンドインスタンスは最小限にし、可用性を考慮しながらスポットインスタンスを活用することで、クラウド最適化に貢献しています。また、必要なリソース分のみを割り当てることで、リソースの無駄遣いも抑えることは可能となり、クラウド最適化がきちんと考慮されている状態になっています。それでは、このスポットバイネットアップのサービスを具体的に見ていきたいと思います。スポットバイネットアップは、4つのサービスから成り立っております。クラウドアナライザー、エコ、エラスティグループ、オーシャンの4つとなり、どれをそれぞれ使うかは自由に選択することができます。まず、クラウドアナライザーについてですが、クラウド最適化にまつわる情報の可視化を行うサービスになります。現状でどれくらいのコストがかかっているのか、このままのペースでどれくらいまで増えるのか、どれくらいのコスト削減効果が見込めるのか、急に増大なコストが発生していないか、こういったクラウドコストにまつわるすべての情報を一画面で確認することが可能となっています。冒頭でシャドウ IT の話をしましたが、そういったものも含めての可視化が可能となっています。次にエコについてですが、こちらは AWS でのリザーブドインスタンスに対する最適化機能となります。長期契約を行うリザーブドインスタンスにおいても、マーケットプレイス上での競売を経て、コストの最適化をする余地があり、こういった売買を自動的に最適化計画を作成、実行してくれるサービスになっております。3つ目はエラスティグループになります。こちらがスポットインスタンスの可用性を担保しつつ、スポットインスタンスを活用していくサービスとなります。独自のアルゴリズムにおいて、スポットインスタンスのマーケットの状況を監視しつつ、安全にスケールしながらスポットインスタンスを活用していくことができます。クラウド環境で利用しているオートスケーリングとの連動が可能となっており、例えば10台のオートスケールの環境のうち5台をスポットインスタンスとして運用するといった指定を行うことも可能です。最後のオーシャンについては、コンテナ環境向けのサービスとなります。クラウド上に立てた Kubernetes 環境や、クラウド事業者が提供している EKS やAKS といったマネージド型の Kubernetes 環境に対しても適用できます。実際にコンテナの稼働状況を監視し、ワーカーノードをスポットインスタンスで活用したり、ワーカーノードの数を増減させたりすることで、クラウド最適化を図るものになっております。ミニオズにありますように、イヤースコスト最適化として、リザーブドインスタンスに対してはエコが、イヤースコスト最適化にて、スポットインスタンスを用いたオートスケール環境についてはエラスティグループが、
そしてコンテナ環境においてはオーシャンが適用され、クラウドコスト最適化をトータルで見える化するクラウドアナライザーが全体を見ているような位置づけとなります。クラウド事業者においても、クラウドコストの可視化といったサービスは存在してはおりますが、スポットバイネットアップでは、コスト削減の余地も含めた可視化から、実際にクラウド最適化の実施までを自動で一気通貫で行えるということが最大の差別化要素になるポイントとなります。最後に、このスポットサービスの効果を、買収前からスポットユーザーであったネットアップの IT 部門を例に紹介したいと思います。ネットアップでは、現在様々なクラウドサービスをリリースし、オンプレミス製品も絶えずアップグレードを続けていることから、ソフトウェア開発のためにクラウドを積極的に活用しておりました。また、一部社内の人事システム等もクラウドへ移行し、データセンターの縮小も検討していた状況があります。そういったことから、エラスティグループを利用するようになり、可用性を担保した上で、スポットインスタンスの活用を自動化しておりました。その結果、従来と比較して、平均で AWS の EC2 の使用量を約60%削減し、コストもそれに近い削減率を達成することができたといった事例になります。ネットアップでも今後スポットサービスを活用する業務システムを増やし、データセンターは2023年に廃止する方針になっております。今回はネットアップ社での事例でしたが、スポットの導入実績としては、1000社以上の企業へ、合計50万ノード以上に対してサービスを提供してきているといったサービスになっております。以上が本セッションの内容となっております。少しでもスポットバイネットアップの概要をご理解していただければ幸いです。また、本セッションに関してのアンケートについても、可能な限りご協力いただきますようお願いいたします。この度はご清聴いただき誠にありがとうございました。